はい、皆さんこんにちは、のぺです。信長の野望大使やっていきますよ。いしょ、さあこちらのゲームはですね、信長の野望シリーズの最新作となっております。2017年の11月に発売したんですけども、2019年の2月にパワーアップキット版が発売されるということで、ね、その前にプレイしたいと思います。はい、じゃあ始めます。信長の野望大使。あー、声かっこいいわ。はい、じゃあ始めからで、あーなるほど、時代から始めるのね。で、この時代ごとの武将を中心にプレイしていくみたいな感じなのかな。で、シナリオ設定は、はいはいはい、難易度、寿命、歴史イベント、はいはい。じゃあとりあえず最初は上級から進めて、で難しいと思ったら中級とかに下げていきましょうか。はい、でこっちの方は姫武将か。で、架空の姫の出世、まあとりあえずありにしておきましょうか。はい、ちなみに天下布武の時代だと、ああ信長がもうだいぶ幅を利かせている時代で、まだ信玄が生きてるんだね。で、上杉正虎、後の上杉謙信、はいはいはい。あー、家康、もうこの頃だと家康がもうブイブイ言ってるわけですな。まあ、大体みんなブイブイ言ってると思うんだけど。じゃあこの時代あたりからはどうかな。あ、でまだ織田信長がそこまでブイブイ言ってない頃の時代だね。国力は第35位か、めちゃめちゃ下だね。で、今川義元がこの当時第4位、多分桶狭間の前ぐらいだね。すごいな、この今川義元にこの第35位の信長が勝ったわけだね。じゃあこの信長やっていきましょうか。あの、僕ね、信長の野望シリーズは本当に初めてなんで、ベタな武将やりたいんですよね。はい、じゃあ信長やっていきます。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。おー、言うじゃん。はい、じゃあやっていきましょう。はい、志うつけの天下、うつけ者、言いたい者には言わせおけ、今に信長が天下を平らげん。で、海運奨励、フォロー州組織、これがこの武将の今後の方針みたいな感じなのかな。よし、じゃあやっていきましょう。マウスをクリック。乱世のうつけの天下を望んでおるわ。はい、信長の決意。天文20年1551年、織田信長が家督を継いだ時、織田家は尾張守護代の家臣に過ぎなかった。そして約10年の歳月を経た現在、信長は織田家中を完全に掌握し、尾張の統一を目前としていた。あ、丹羽長秀、この人はすごい有名だよね。これで家中で信長様に逆らう者はいなくなりましたな。まあ、名前は知ってるだけなんだけどね。はい、あー、柴田勝家、これよりは今川はこの清須に攻め寄せる前にどれだけ兵を蓄えることができるか。滝川一益、まずは和を保ち我らも力をつけるのが上策でしょうな。そうではない。おお、どうした信長とおっしゃいますと、今川が攻め寄せるのではない、我らが今川を攻めねばならぬのだ。マジで殿、それは無謀にございますぞ。言いなさい勝家、これはこの人正気じゃないぞ。はい、違うな勝家、今川ある限り終わりは脅かされ、力をつけることなどままならぬのだ。されど今川と我らではあまりに兵の差が、そうだよね、もうごもっともだよね。さればこそよ、今義元を撃たねば我らの勝ち目はなくなる。まずは鳴海を囲む、義元のことだ、これぞ鬼とばかりに俺との決着を望むであろう。太平を率いてくるでしょう、勝ち目など今でもございませんぞ。俺が誘い出すのだ、義元の命運は俺の手にあるも同然。この自信の根拠がどっから来るんだろう。話はこれまでよ、みんな支度をしておけ。ほんとみんな気が気じゃないよね。はい、10年、尾張一つにここまで手こずるとはな。人間50年、もはや迷い暇などない、ただ迷いなく攻め迷いなく奪うのみよ。
すごい、言うことは言うよね。ああ、木下秀吉。後の豊臣秀吉。信長様、まずはこの地図をご覧ください。はい。詳しく知りたい大名を選ぶことで、そのものの思惑を知ることができます。ほう。じゃあ、まずと、その九段の今川。はい。はいはいはい、独立独歩。武士たちは皆志を抱き、乱世を生きております。周りの大名の志を今一度知っておきましょう。うん。で、信玄は王道執行。で、こっちの斎藤家は領地保全。この人ちょっと自信なさげなんだな。信長様をうつけなどと呼ぶ者もおるようですが、我らは皆信長様の才を信じております。さる。はい、このゲームの目的は天下の半分以上の拠点を、制圧し総無事令を敷くことです。あの大名の間で喧嘩しちゃダメよっていうあのお達しね。はい、拠点を制圧するためには敵対する勢力を攻めたり外交で従属させたりする必要があります。ほう。そのためには富国強兵が重要です。多くの民 兵を養う国力を得るため、金銭と兵糧の収入を確保し、収入で支えられるだけの兵を募り、それを率いる優秀な武将を配下にすれば自然と国力は高まるでしょう。ほう。高めた国力を保つためには外交を通じて他の大名との間に平和を保つことも必要です。志を果たすべく励んでいきましょう。了解しました。商業は全国にある証券に介入し金銭収入を増やすためのコマンドです。金銭は様々な命令の実行や足軽に毎月の俸給を払う際に必要です。おうおう。証券は全国に広がっており、小さいアイコンの通常証券と大きいアイコンの特殊証券があります。通常証券は進出することで毎月金銭収入を得られるようになります。通常証券は毎月発展し金銭収入は増えます。ほう。複数の勢力が進出した通常証券は発展が早くなりますが収入を分け合うことになります。なお堺などの大きな特殊証券は進出せずとも領内にあるというだけで金銭収入を得ることができます。ほうほうほう。はい、それでは実際に商業コマンドを選び通常証券に進出してみましょう。商業コマンドに入るにはまず画面左下のカモンボタンを押してコマンド一覧を開きます。商業コマンドに限らずコマンドを実行する場合はカモンボタンを押す、それを覚えておきましょう。ああ、これね。はいはいはい。で、これが商業。はい。地図上にある通常証券を選びましょう。プラスの数字は1ヶ月あたりの金銭収入です。収入の大きい証券が狙い目です。はい。水色の通常証券は当家が進出済みのものです。白い証券が未進出のものとなります。はい。で、数字が赤いものは進出できない証券です。他勢力の領内にある証券に進出するにはその勢力と外交で通商を結ぶ必要があります。通商がない証券はオレンジで表示されます。じゃあやっていこうか。で、この水色の証券が私の領土、清須証券と犬山証券で、この白が進出可能な証券で、赤が進出できないと。じゃあ進出できる対馬証券を進出させましょう。はい。はい、じゃあ猿頼んだぞ。はい、これで命令は完了ですと。ここを出すと基本的な操作について指南を受けますが、まあ長くなりそうだからやりながら覚えるわ。じゃあこのピコピコ光ってるものを見て、で、原稿録。はいはいはい。こう歴史イベントみたいなもんかな。で、1565年4月までに終えろと。桶狭間。いきなり桶狭間か。大丈夫かな。織田信長が鳴海城を包囲する。はいはいはい。鳴海城は、ここが。私、愛知県出身なんでね、場所は大体ピンとくるわけですわ。はい。で、刈谷、岡崎。で、そうだな。じゃあ、母兵とかもしましょうか。母兵の指南を受けますが、長くなるからいいです。
で、それぞれの城をクリックして、で、この農兵と農民、そして足軽とルミンの、バーがありますね。で、この農民を農兵に変えるみたいな、こんな感じだね。で、ルミンから足軽を何人増やすかみたいな、そんな感じだね。で、この、兵糧収入が必要収入を下回ってはいけないという感じですかね。で、今足軽増やせないんか。あー、マジか。じゃあ、とりあえず動かないでおこう。じゃあ、これで時間を進めますか。はい。やべえ、今川が攻めてくるぞ。超怖え。報告いたします。愚心状と収支報告についての、指南を受けますか。あ、いえ。ニュースでしょ。はい。オッケー。先月の収支でございます。はい。証券に進出したことで、金銭が増えましたね。はい。信長様、当家に仕えたいという浪人が名乗りを上げております。誰じゃ。柴吉金かな。あ、能力低いな。まあ、とりあえず、登用しておこう。で、この人が、前の長安。はい。この人はまあまあだな。はい。かたじけないことです。声ムカつくな。まあいいや、よろしくね。で、じゃあ、月が変わりましたんで、証券、進出、続けていきましょう。はい。かしこまった。で、次は、なんか、開発とかやってった方がいいかな。商人町、これを置くと、金銭を 70×レベル足す、証券生産の 5% 獲得。わあ、計算しづらいな。ちなみに、こことここに進出可能か。とりあえず、じゃあ、信長の志を確認してみましょうか。はい、これさっき見たやつだね。で、右に行くと、はい、海運省で、織田家が商業港である対馬を支配下に置いたのは信長の祖父、信貞の時代でした。信長の父、信秀は、その財力に物を言わせて、朝廷、幕府、伊勢神宮などに献金を行い、大名としての地位を高め、信長へと家督を譲りましたと。ほうほうほう。で、海上貿易っていう能力は、港のある証券の金銭収入が増えると。で、それぞれ条件のある、特性効果があって、漁港のある証券に2個進出すると、この特性がもらえると。で、10個以上の証券に進出すると、この特性がもらえるみたいな感じだね。じゃあ次行きましょう。ホロ州組織。ホロとは武士の背で大きく膨らんでいる布衣で、矢を防ぐための防具でした。鉄砲の普及により防御面での価値は失われましたが、織田家では、赤と黒のホロをつける者は信長に認められた禁衆であるという名誉を示す装備となりましたと。ほうほうほう。あ、なるほどね。こういう条件があるわけですね。了解しました。で、この今川家との決戦に勝利すると、この奇跡の雨という特性をもらえる。了解しました。やべ、めっちゃ今川倒せっていう圧がすごい。ちなみに貨幣はできないかな。多分、そろそろ今川と戦わないといけないから。じゃあ、農兵も増やしておこう。まあ、こんなもんでいいかな。じゃあ、1ヶ月後。今川家と決戦じゃ。はーい。じゃあ、犬山城も、ちょっと増やしておこうか。こんなもんでいいかな。いや、こんなもん、こんなもん。あー、でも、足柄はこんなもんか。はい。さあみんな頑張ろうね。はい。大丈夫。俺もめっちゃビビってるから。はい、夏が来ました。報告いたします。はいはい。先月の収支でございます。ふむ。ご命令よ。はい。領内の農民に夏の作業を指示できますと、治水が下がった城の灌漑を整備して洪水に備えると良いでしょう。あー、長くなるからいいです。ちなみにこの農業のコマンドをやって、で、
このピコピコ鳴ってるところをクリックします。でこの草刈りか灌漑を行うことでこの兵糧収入っていうのを増やすことができる。でこの能力の上がり幅が農民の数によって決まるということで、じゃあ草刈りやりましょうか。はい。でじゃあ草刈りやりましょうか。はい。かしこまった。よし、じゃあとりあえずこの状態で行ってみましょうか。はい。報告いたします。はい。先月の収支でございます。うむ。これより表情を行う。はい、表情。みんなで会議するのね。はい。貴様らの考え申してみよう。わあ、言うね。もうめっちゃ上からだよね。表情と方策について指南を受けますが、あ、いやいやいや、この表情っていうので、皆さんから意見を聞きます。でこの意見を採用することでこの特殊能力やアビリティポイント、ここでいう方策っていうのが手に入ります。じゃあまずは村井定勝さん、面白い。はい。で、八須賀五六さん。で、あとはそうだな。じゃあ、池田ただ、常忠さん。はい。じゃあ、意見を採用します。で、採用することによって、この、アビリティポイントが手に入ります。これで表情を終える。はい。で、たまにこの、アビリティを提案してくれると。我が策をお聞きください。はい。で、今、秀吉と、村井定勝さんが、このアビリティを提案してくれました。で、これがスキルツリーでございますね。はい。で、新しくアンロックされたと。そうだな。じゃあ、この、コニダ隊1を取ります。で、次は、農地拡張だね。はい。じゃあ、取っていきましょう。このように、どんどん、私たちが強くなるということですね。まあいいや、こんなもんで。はい、親善コマンドの指南を受けますが、外交だよね。まあいいや、いいや。じゃあ、とりあえず、今川へ攻めていきましょうか。よし、みんな、頑張るぞ。じゃあ、まずは今川へ、宣戦布告をしましょう。宣戦布告をしてからでないと、攻め入ることができないので。はい、じゃあ、今川。尋常に勝負。やべえ、国力第3位に上がってる。怖いよ。阻むもの生かしてはおけぬ。はい、人間50年、滅せぬ者なき姓にただ時を惜しむ。これより吉本が首を取る。いたれいたれ。この吉本に挑むというのか、ふぐ、しからば楽しませてもらおうとするか。はい、武田家が今川家に助力するということでやめて。はい、北条も助力するって言ってる。なんなんだ、君たちは。じゃあ、そして、じゃあ、行く先を決めます。はい、工具について指南を受けますか。まあまあいいや。じゃあ、この鳴海城へ向かいましょう。で、この鳴海城を包囲することから始めましょうかね。はい。敵はどうやら城にこもるようです。まず編成を行っておこう。自動。よし、これでいい。で、決定。はい、行軍開始。出陣する。出陣する。ちなみに、将剣は、まあ、侵入はできないか。じゃあ行きましょう。はい。さあ、鳴海城行くのだ。ああ、吉本が来る。ふふ、吉本め、やはり自ら俺を飲みに来たか。貴様の命、我が手の内にあり。一人たりとも逃すな。ああ、来るよ。研鑽を積み成長いたしました。まだまだ強くなります。ああ、村井さんが強くなったのね。報告します。はい、先月の収支です。怖い怖い怖い。で、行軍して出兵することによって兵糧もどんどん少なくなっていきまーす。はい。そして、織田信長は鳴海城を包囲しましたが、チェックついた。で、桶狭間で今川軍を破ると。はい。じゃあ、行軍。これだね。マイルズ。で、桶狭間へ行くと。ここだね。よし。じゃあ行くぞ。源の準備は良いか。よし、行かれい。桶狭間に向かう。じゃあ時間を進めます。行け。
はい、桶狭間の戦い、初心者の私がいきなり、はい、桶狭間にて敵兵を見つけました。決戦について雌雄を決しましょう。 OK、 いや、決戦の準備について下を切らすか、まあいいや、うん、はい、大名を見るから出陣すると部隊の士気が上がる。ほうほう、それは志、私の。はい、はい、凱旋、桶狭間の戦い、行くぜ。もういきなり桶狭間だよ。じゃあこのまず動かしましょうか。こうやって始めるぜ。味方の部隊を進めることができる。とりあえず今川義元を発見しましょう。覚悟せよ。で、信長は鉄砲を持ってるので、はい、ちょっと様子が違うと。で、滝川一松も鉄砲を持ってる。で、ここのどこかに今川義元がいると。で、まだ正確な場所は分かりませんみたいな感じだね。はい、じゃあ行くぜ。行くぞ。義元よ、天下を従える武を見るがよかろう。みんな俺の命に従え。頑張るぞ。敵はまだこちらに気づいていまい。増票に構うな。義元が首を上げるのだ。行く。鳴海城は目と鼻の先、急ぐことはない。はいはい。あ、このここ動かしてなかったか。しまった、忘れておりました。吉本はどこか探せ。ちょっとみんな進んでるよ。始めるぜ。はい、進むぞ。始めるぞ。ごめん。はい、始めるぞ。で、はい、秀吉、秀吉はめっちゃ進めるの。みんな気合を入れろよ。岩長秀、はい、始めよ。で、池田常忠、はい、さあ行こうぜ。で、勝家、覚悟せよ。漢字がね、ちょっと難しいからいろいろ間違ってるかもしれないですけど、すいません、ご了承ください。で、信長、はい、前進。みんなとりあえず見つけるぞ。敵の居場所が。あー、いました。逃しはせぬぞ。敵兵見つけたり、一番槍はこの庭長秀がいただこう。行ったれ。あ、ムービー。信長の挑戦に義元が応じた。ほう。尾張南部の今川領に圧力を加える織田信長に対して、今川義元は大兵力を率いて精神、信長との決戦に勝利し、織田家を完全に屈服させ尾張を制圧しようとしていた。ほうほうほう。人間50年。人間って言うの？人間じゃないんかい。しまった、めっちゃ間違えてた。比べれば夢幻のごとくなり。ひとたび賞を得て滅せぬもののあるべきか。信長の部隊が義元の本陣にたどり着いたのか。なぜ今川の大軍は信長の奇襲を許したのか。今なおこの点に関しては明確になっていない。ただ一つ明らかなことがあるとすれば、信長の決断と行動が生んだこの桶狭間の戦いが歴史を大きく変える一戦になるということである。アセントに戻った。はいはい。皆の者、俺に続け。義元が首上げるは今ぞ。これは、く、天は薄毛殿の味方というわけか。さあ行け、長秀。はい、石膏から知らせを受け、敵の居所を押し量りました。さあ、こっからよ、こっから。じゃあまず、長秀、攻めなさい。で、はい、池田、はい、で柴田勝家、で次は、はい、猿で次は森かしなり。覚悟しろ。
で、数松お命令ください。はい、覚悟しろ。で、吸気、はい、始めるぜ。吸気さん、急いでください。で、金森長近始めるぞ。そうだな、信長はじゃあこの辺に行きましょう。行け。で、鉄砲を撃ちたい。はい、ゴー。今じゃ。はい、奇襲。矢を放て。さあ、どうなってる。あ、とりあえず敵の数がめっちゃ減ってる。はい、陣地健在。これによって敵の士気が回復する。さあ、こっからよ、こっから。で、カズマスは、はい、木崩れ。はい、立てるとでも思ったか。で、吸気さんは急いでね。で、信長はじゃあこのままで。ちょっと敵と被ってんのかな。じゃあ味方と被ってんのかな。じゃあこうしましょう。始めよ。皆さーい。私、鉄砲撃ちたんよ。でも、そんな余裕ぶっこいてる場合かな。あ、回想。ふ、士気が乱れてる。一旦離れて立て直すぞ。逃がすかー。やりたい。前へ。はい、戦はこちらが押し取ります。敵兵の中には心がくじけた者もいるようです。今こそ勝機でございます。はい、了解。よし。で、我々の士気が上がってる。悪のある者がいるようです。なんと、誰だ。あ、信長全然鉄砲つかない。まあいいや、突っ込みなさい。始めよ。じゃあ、秀吉は九州。今こそ。はい。親友を決する時。で、勝家は、鬼芝。これ柴田の面目。で、これで能力を上げたり、敵の能力を下げる。はい、九州。僕の手じゃ、見せてやる。突撃。まだ良いも。望むは貴様か。はい、九鬼さんは木崩れ。幕とさせていただく。カシナリは突撃。時には大いや、みんな能力出してる。すごい。我らが力示すは今だ。これで倒せるか。まあ、敵の能力というか敵の数はめっちゃある。放て。さあ、倒せ。行こうか。で、この士気が、あれなんだよね。信長が1853で、今川は4744。今川の方が兵の数は多いんだけど、この士気のバーが私が今押し切ったので、で、これで私は勝利したと。はい、桶狭間の戦いにおける織田軍の執念は凄まじく、信長も馬を下り、馬回り衆を引き連れ自ら刀を振るい、五の間で跳ね返されながらも今川義元を追い詰めていったと伝わる。そして申し上げます。毛利信介様、敵将義元を討ち取ったとのよし。そうか、首を改める。は、こちらに。あー、義元を討ったのか。これがカイドウ一の弓取り。これが俺を10年苦しめたもの。重き首よ。されど人の首は生は軽きもの。これは、は、義元が常日頃指していた太刀にございます。信長は義元を所持していた胸三叉文字の太刀にこう刻み、自らの哀悼にしたと伝わっている。日東空寺町あれ、全然わからん。あ、わかった。横読みだ。あ、間違えた。てっきり縦かと思った。永禄3年5月19日、義元討ち捕らえ国、彼、所持刀、織田終わり、の神、信長。はいはいはい。カイドウ一の弓取り、今川義元の芝、織田信長を戦国乱世の表舞台に押し上げただけでなく、江、曹、春三国同盟の動揺、それによる長尾景虎による関東出兵、三河松平家の独立など、様々な地域、人物に大きな影響を与えていくのである。おー、なんとか義元を討てた。はい、氏政が、義元の後を継いで新たに大名となりました。今だ、放て。はーい、勝ったぞ。天も人も、俺に逆らうことは許さん。
はいはいはい。でこれで織田家の士気が上がって今川家の士気がめっちゃ下がったと。はいはいはい。で今川家との決戦に勝利しました。陶器の戦意も高まっています。素晴らしい。じゃあそうだな、じゃあこの勢いのままこの鳴海城へ行きましょうか。行くぞ。はい。じゃあ行軍開始。進め。はい、鳴海城に向かう。大丈夫。はい、志うつけの天下。そうか、特製効果が解放されたのか。なるほど。はい。あ、松平家独立。今川義元、織田、桶狭間に散る。その知らせは今川騎下の一軍として兵を進める松平元康にも伝わった。義元様が信長殿に討たれた。はあ、まさか偽りであろう。いえ、どうやら、誠のようにて。あ、酒井忠次、徳川四天王の筆頭。水野信元様より知らせが。それにお大様からも。あ、お母さん、母上からもか。はい、これはもう偽りではありえませぬ。うん、てんてんてん。一刻も早く知りときましょう。ここはまず大樹寺へ。うむ。元康はわずかな家臣とともに松平家の菩提樹である大樹寺、ちょっと漢字わかんないです、すいません、に逃げ込んだ。ここまで来れば安心でしょう。命拾いしましたな。拙者は辺りを見て回ります。拾ってどうする。わしに残されたのはこのわずかな手勢のみ。これで何ができる。遠からず今川か織田家にでも攻め潰されよう。いっそここで腹でも切ってくれようが。まあまあ待ちなさい。落ち着かれよ元康の。誰だ。これは上人様。はい、和尚さんかな。元康様、無駄に命を捨てることなりませぬ。今ここにあなた様にしかできぬことが生まれたのでございますから。わしにしかできぬこと。さよう。あなた様は松平家の当主、義元様が落命されたことにより松平家は今川家のわかんねえ、わかんない、しがらみかな。まあまあ、なんとなくそんな感じだよね。より逃れるでしょう。今こそ元康様は三河の主を引き、この乱世に聖逸かなをもたらすべきにございます。そのような大それたこと、わしにはできぬ。大それたことで良いのです。今の元康様は道に迷うておられます。迷うた折は遠くを見るのです。さすれば迷いを断ち切り歩めるでしょう。遠くを、へえ。まあ、お経、うん。元康様が乱世の汚れを払い、この世を浄土のごとく案じる日、今から楽しみでございますな。言うじゃん、和尚。ちょっと前向きになったね、家康。うん。殿、良き知らせにございますぞ。どうした、忠次。岡崎の城が開いております。義元が死んだと聞き、今川の兵どもは、駿河へ逃げ去ったようにございます。岡崎が、ご運が明けましたな。今こそ岡崎へと戻りましょうぞ。うむ、そうだな、岡崎へと帰ろう。岡崎城へと戻った元康は今川家からの独立を果たし、戦国大名松平家の当主として乱世へと乗り出していく。お経、うん。和尚の教えは、元康の旗印となり、松平軍あるところに必ずその旗がたなびくようになるのであった。あんまり家康たちが今川家の中で扱いが良くなかったんだろうね、多分ね。はい、じゃあ、鳴海城。今川家の軍勢が目前に迫っております。はい。指揮なさずとも我らの勝ちは揺るぎません。じゃあ、勝手にやってもらっていい？いや、まあ、ちょっと、じゃあ、
やりましょう、やりましょう、試技しましょうか。はい。で、大将は岡部元信。はい、じゃあ行くぜ。はい、開戦鳴海の戦い。で、敵が陣を張っているようです。放っておけば戦況は不利になります。一刻も早く片付けるとしましょう。おーい、じゃあまずは、じゃあまずマイコ始めるぜ。はい、始めましょうね。始めよう。ご命令ください。はい、始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。で、こうしようか。行け、はい、で、猿みんな気合を入れろよ。はい、始めるぞ。ご命令、始めるぞ。ちなみに敵の軍勢はこんな感じ。7部隊か。よし、行くぞ。行くぞ。はい、元信よ、天下を従える部を見るがよかろう。まさか今川家たちが打って出てくるとは。とりあえずこの陣を取らないと士気がどんどんさ、敵に押し破られてしまうので、とりあえずこの陣を倒していくところから始めましょう。さあ、行こうぜ。と言いつつ敵の部隊も覚悟しろ。攻めてしていかないといけない。覚悟せよ。こうかな。始めよ。ご命令よ。ほい、みんな気合を入れろよ。で、こうかな。始めるぜ。はい、始めるぞ。ご命令、始めるぞ。はい、こんな感じ。ちなみに原稿録のとこはピコピコで勝ってる。あ、はいはい、桶狭間で今川を破るのとこにチェックがついた。で、この原稿録は達成したんだね。ふう、安心。で、近くに将軒があります。将軒や兵が多く攻めにくくなっております。戦況が少し傾いているようです。あ、私に、不利に傾いているということかな。じゃあ攻めたるわい。行こうぜ。ゲチ、こうかな。始めるぞ。ゲチ。で、敵がこっち側に行ってるな。マイル。こう。行け。ご命令よ。みんな。そうだな。気合を入れろよ。ご命令。じゃあこう行きましょうか。覚悟しろ。覚悟しろ。じゃあ休憩さんはちょっとこの陣を命令してくれ。取りに行っててください。始めるぜ。はい、行きましょう。さあ、敵の姿が見えない。敵の居場所が知れました。逃しはせぬぞ。敵兵見つけたり、一番槍はこの庭長秀がいただこう。さあ、他の敵もいましたね。で、陣地か、かい、継続だね。はい。で、大将の岡部元康はあんまり動いてない感じかな。じゃあゲチよ、ちょっと前行き過ぎかな。覚悟しろ。ゲチよ、始めるぜ。じゃあこうして、覚悟せよ。こうしましょうか。始めるぞ。この策で勝利を掴む。はい、あ、鉄砲は撃てる。よし、じゃあゲチよ、はい、こう気合を入れろよ。ゲチよ。こうして、こうして、で、こう行きましょう。こう、こうのがいいか。迷う。始めるぞ。まあいい、これで行こう。敵の居場所が知れました。お、鉄砲撃ったよ、鉄砲撃ったよ。届いてるかな。今だ、横槍を入れよう。まあ一部隊遅れてるよ、到着は。ご命令ください。はい、ここ。信長はじゃあ、こうしましょうか。で、とりあえず能力を解放。引っかかったな。で、数正は鉄砲。撃て。で、庭長秀は、はい、突撃。盛り上げし我が部、とくとみよ。さあ、行きましょうか。はい。敵の居場所が知れましたな。さあ、どういう感じになるかな。今は引くぞ。はい、改装した。叩き潰せ。じゃあどんどん陣地を取っていこう。策のある者がいるようです。ほう、
じゃあ信長は鉄砲かな。じゃあ勝松はご覧ください。じゃあ勝松はこっち。ご覧ください。で長秀は突撃。練り上げし我が部。トフトミオ。で旧機はここの陣地を取る。で、カシナリはこっちの陣地。始めるぞ。よし、じゃあ行きましょう。で、はい、鬼芝はこっち。さあ、岡部元信を挟むぞ。強撃で。よし、強撃してる。はい、戦はこちらが押しております。敵兵の中には心がくじけた者もいるです。よし、士気がだいぶ固めてきてる。はい、ただ陣地があるからなかなか押し切れない。じゃあ勝家は、はい、鬼芝、はい、で勝松は鉄砲撃て。で旧機は器具ですね。格の差思い知るがよい。そうだな。じゃあ秀吉にここの陣を取らせよう。で柏木は後ろから挟みなさい。でここはちょっと足止めしてなさい。ごめんね。じゃあここ始めるぞ。始めよう越智よ。はい、じゃあしばらく耐えててね。参る参る。そうだな。行け。ここよし、この総大将のとこは、おーしよし、潰した。やりたい。おい、もう完璧に潰すぞ。策のある者がいるようです、ね。そうだな。この策で、じゃあここ勝てるはずだぜ。でこれはこのままだ。まあとりあえずこれでいいでしょ。はい、じゃあ能力を解放してすぐに終わらせよう。はい、じゃあ旧機さんは聞くです。はい、行きましょう。はい、ここは行くしかないようだな。よし、総大将を倒したね。我らの勝利ですぞ。イエーイ。はい、お出し勝利でございます。俺に背くことは許さん。そうだね、敵の被害は甚大だね。素晴らしい。でこれで完璧に織田家の士気が上がってるね。で今川がもう本当に全くない、士気がもう全くない状態になったね。はい、勝ちましたね。じゃあこのままこう鳴海城を包囲しましょう。はい、進め。じゃあ駒は進めてみましょうか。はい、で鳴海城が落ちるかな。落ちず。で秋になったか。で秋になるとこの兵糧が一気に取れると。こんだけ増えた。ごめんねよ。はーい、じゃあ秋の作業に取り掛かりましょう。じゃあ開墾しましょうか。かしこまりました。はい、でこっちも開墾。はだけどあんまり戦争が長引くとこの民中っていう値が減ってって、これがね低すぎると一気が起こる可能性が発生する。じゃあ駒は鳴海城を落としなさい。頑張ってね。乱世が望む。よし、で鳴海城を落としました。はい、捕獲した武将の処遇を選択します。はい、この人か。あーでもあんまり私たちに好意的ではないからついてはくれないと。はい、でその私たちの招きに応じてくれないのを殺すか殺さないかを決めましょうか。で何もしないと、解放することになりますね。はい、ことじけなし。私は摂取は好まぬ。でこれで鳴海城が手に入りました。よし、じゃあ今回はここまでしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よしがチャンネル登録、高評価お願いします。のべんでした。さよならー。